今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、お腹すいた。ねえ、これ食べよう。あ、ごめんね。おいしそう。団子？え、なんだろう。え、団子食って。 Okay, so today guys, I order a 日本酒。 But why 日本酒？ Because they never drink 日本酒 before. So I had them to drink, you know. So let's put some. ね、私さ、前からその YouTube のチャンネルやってる時からずっとなんかおじさんっぽいな感じの入れ方があるんですけど、おじさんっぽい？うん、なんか入れる時、まあ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 っていう、ま、もらってる人、そう、でもおっと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 って、あー、オッケー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 、音はもうやらない、オッケー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 、じゃあまあまあまでいきますね、オッケー、いいですか？まあ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 、おっと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 、敵だね。敵だね。じゃあ入れます。いきます。まあ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 。ああ、おっとっとっと。すんごい入ったけど大丈夫これ。やばいやばいやばい。ね、落ちてないです。いや、全部飲まなくていい。あ、じゃあ入れてもらってもいいですか。なんかママと言いながら。ママと言いながらね。そう、あっ、熱い方。はい。あったかいもんなのこれ。うん。まあ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 。ああ、おっと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 。うまいうまい、危ない危ない、すんごい匂いするこれ、やばい。じゃあ乾杯。くっせーくっせーよね、えー、It's strong ね、ちょっと強いかもね、やばい、ちょっとくっせー、とりあえず乾杯。乾杯、お誕生日おめでとう。 ありがとうございます。うわ、ウケー、トリバーさんやばい。あ、でもね、うちいけるかもしんない、うん、絶対無理。まずいけど、まずいけどいける。いける、うん、なんか一口で悪酔いしそう、マジで。あ、なんかなあ、もう別に、あ、でもいけるかもしんない。でもお酒ってあったかい方が回んないんですよね。あ、そうなの。え、違かったっけ、知らない、あれじゃなかったです。うん、飲むよ。なんかね、冬だと結構よく飲む。口に入れた瞬間、うわってなるけど、飲んだら。てかもうマジで臭い。そこ？え、もう臭い。え？臭い。お酒だね。お酒だからね。臭い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 。本当？臭い？まあ、もう慣れてるからね。ダメダメダメ。だがか。慣れる。まあ大好き。まあほらフランスだとよくワインとか飲むし、やっぱりこっち。ワインの方がダメ。こっちの方が全然飲める、ワインより。ああ、okay. They didn't like it, but actually that's normal. They just turned like 20, so I respect that. まだギリギリ3だから。まだ来てないから3だから。そこ強めにしとくみたいな。まだ超えてないからね、4は。まだね。まだね。Okay, okay. Almost. マジで臭い、すごい、すごい飲んでるよ。うん、飲んでる。もう酔わないよ、一人でシャンパン3本飲んでるから。え、どう、美味しい？私食べたな、それ、うん、え、こんにゃくでしたっけ、ね、うんうん、あ、こんにゃく食べないんですよ。え、あ、そっか、え、なんそう、こんにゃく、え、なんか、うん、え、なんか気持ち悪いから食べれないよ。それで、オッケーオッケー。まあ確かに味はもうないけど、こんにゃくにゃの、ムーブ食べれなくて。え、そうだ、え、じゃあ餅はダメ。こっちは、こっちはいけるけど、ミボタンあげます。これうずら卵じゃない？あ、違うね。え、食べれるけど、不愉快みたいな。ちょっと一回食べてみましょう。なんか私、顎が弱いから、これ弾力系あんま、あれなんですよね。え、これ、そういう問題。なんか美味しくないよね。美味しくない。でしょ。すごい不愉快、本当に。本当に不愉快、ちょっと。なんで？うん。なんか、食べる意味がない。え、どういう意味？なんか味ないから食べれないし、普通のこんにゃくだったらいけるな。ちょっと違うじゃん。うん、なんだろう、なんかまず臭いし、匂いしなかったよ。なんかもう噛むのめんどくさいんですよ、私は本当に。いや、ご飯全部食べれないじゃん。ご飯全部食べれないじゃん、噛むのめんどくさい。あ、違う違う、この弾力感が。
めっちゃアフうまいんですよ、私すぐ青ハグ取れるから。え、ちょっと待って、すんごい柔らかいけど大丈夫これ？え、これはあんま柔らかくない。これ食べれなかったら、あの硬いもの、じゃあ無理だね、硬いものは。リンゴとか噛めない。本当に違う、本当に私朝起きたら口開かないとかあるんですよ、たまに。どういうこと？骨が外れて、そう外れて、そう、あれ外れるの？うん、外れる人いる、外れて弱い人、確かに。え、口開かないみたいな、開かない。口開かない。一回それでひどすぎて電気通すものとかだから病院行って。そんなに重症なの？そうやばい。ですよね。なんだろう、ね。こんにゃく芋。え、芋？芋やって。え、芋？芋芋みたい。え、嘘嘘嘘嘘。あ、え、でんぷんからできてるのなんか知らなかったっけ？違う。なんか変なこと言っちゃった。どうしようかな、恥ずかしい。え、芋？え、なんかゼラチン混ぜた系じゃないんですか、なんかに。なんか、あの、こんにゃくとちょっと違う。え、これこんにゃくですよ。いや、あのさ、これ美味しい、ハマる。ほんと？焼き鳥とか食べるときも、だいたいセセリ。そうなの？面白い。そう、セセリは超好き。なんか、ももよりセセリの方が好き。もともとは東京の住まい、というか、東京出身ですか？いや、全然東京じゃないです。うん、本当？それとも関西です。そう、私関西。いいね、関西最高。たこ焼き、たこ焼き。関西名物あるよ。全部ここに。あ、確かに。やった。関西名物。え、じゃあ、関西弁も普通に出る？あんまり出ないよね。出なくなった。え、どれぐらい東京にいるんですか、今は？2年。あ、でもそれだけはもうなくなったってこと。でも半年ぐらいで。あ、やっぱり。ああ、これぐらいでいい。うん、多分もう大丈夫。大丈夫。結構ね、いい感じ。そうなんだ。私はまだ関西住んでます。じゃあ東京に来るとどうする？友達のとこですか？ちょっとなんか泊まり歩くみたいな。泊まり歩くみたいな。で、あの、どうやって来たの？夜行バスで、そう、夜に向こう出て、遊ぶみたいな。あれすごい辛くない？めっちゃ辛い。でしょ？めっちゃ体が痛い。わかるよ、もうね、場所もないし、荷物があったらもうどこにも置けないし、うん、めっちゃ辛くて。あれ確かに安いけど、辛い、うん、もう2回ぐらい。めっちゃ寒くて、びっくりするぐらい寒くて、ね、そう、すごい強いし、なんかもう乾燥するし、うん。Ah, Yakubus, okay, it is like night bus. It's really cheap in Japan, so you can travel really like for 4,000 yen or 5,000 yen, so to the Kansai, from Tokyo to Kansai. It's really cheap, but it's really hard. I mean, you have no space inside, and so you travel for 8 hours like that. And yeah, even if you have luggage, don't bring any luggage because you don't have like space for your suitcase or stuff like that. It's really hard, and people are just gnawing and like.So like you cannot sleep. ね、もう他の人も寝たらすごいいびきもうるさいし、大丈夫、うるさかった。横の人がなんか休憩のたんびにトイレ行くからすごい起こされて、めっちゃ音が。そう。そう、起きだったらいいんだけど。そう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 。じゃあ食べましょうか。食べましょう、食べましょう。入れます。食べます、食べましょう。はい。いいですか。ありがとうございます。一回もらっちゃった。これは。やばい、これは本当にやばい。ありがとうございます。じゃあ私もらっちゃいます。 OK、 食べましょう。はい、Let's eat。 Try the sesame。 絶対熱いわ。うん、そうだね。おいしい。うん、おいしい、おいしい、おいしい。いやー、ふみちゃん、グッジョブだよ。これ、ほんとにハマる。うまい。ほんとにおいしい。味噌がおいしい。うまい。うん。じゃあこれから焼き鳥とか食べに行ったら、絶対セセリ食べます。セセリ。うまい。そう、今までいつも普通のね、さっき言ってたもう、ももとか。レバーとか好きだから、レバーとか食べるけど。でもセセリね、ないところもあるのよね、焼き鳥屋で。で、たまにセセリとセセリの梅しそが上に乗ってるやつがあって、それも美味しい。とりあえず梅しそも大好きだから。どっちにしろ梅が好きなんですよね。そう、どっちにしろ多分セセリなのよね。セセリに何か乗ってるとか。なるほど。いや、うまい。
なんかでも本当になんかご飯っていうかご飯の代わりにっていうぐらい甘いもの食べるんですよ、デザートばっかり。でもそれなんか牛肉とか魚食べないと大丈夫、疲れない、反対になんか力出る、え全然なんかむしろ甘いもの食べない方が、あやばいやばい、あまあそれもある、私も絶対食べないってなるから。なるほど、うん、もういいんじゃない。そういう友達がね、アイスクリームしか食べない、ほとんど。あ、もうそういうのばっかり。え、そういう感覚で、うん、だって別にご飯か、その甘いもやめるかだったら、別にご飯やめますみたいな感じ。そうだよね。好きなもの食べた。でも本当にその子はさ、もう細いけど。でも、すごい。アイスクリームが大好きで、いつもつまハゲンダーズの新しいやつ食べたら、絶対それを食べてみよう。何でもの、コミの何でもの。最近本当、毎日ってぐらいスタバ飲んでる。本当スタバ、スタバの、え、なんか基本的にキャラメルフラペチーノのホイップとソース追加なんですよ、うんうん、あれ美味しいよ、舐めてたやつね、最近の出たやつ、あのプリン入ってるやつじゃなくて、じゃなくてもう一個の方でしょ、あの何だったっけ、いや、なんかね、ずっとあるメニューです。あ、ずっとあるメニュー、あ、キャラメル、マキアットじゃない、キャラメルフラペチーノを6割、4割が、ダークモカの割合。ダークモカ、もう本当に甘いの大好きだから。ジャガイモとか、でもスターバックスとかだったら分かるよ、私。ジャガイモはちょっとすっげーサーモン、サーモン、もうこれは、そう、これはもう絶対居酒屋来たらみんな頼む。サーモンの刺身。分かる。ルイリー、本当に、うん、え、みんな頼みますよね。うん、頼む頼む。みんな頼む、みんな頼む。私も絶対頼む。私も本当にやるの分かんない。やるやるやる。やるやる。サーモンはもう絶対食べないといけないって感じがする、いつも。本当に、例えばもうお寿司の普通の寿司とか行ったら絶対サーモン。私本当にサーモンしか食べないです。お寿司行ったら。本当？本当に寿司行ったらマジでサーモンオンリー。なんか炙ってるか炙ってないか。いやそう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 。大体もうそればっかり並んじゃう。なんか上になんかなんかもう多少炙るか。あの玉ねぎ乗ってるやつ。ああ。とりあえずどっちみち。そう、うん、どの道サーモンみたいな、どの道サーモン、種類が違うだけで、うん、そう、炙りサーモンとかいうでしょ、あー分かる。いただきます、いただきます。私は辛いのが食べれないんで、わさびをつけないんですけどね。あ、わさび、わさび、そう、もう辛いの本当にいる、刺激系本当にダメ、本当にわさびもダメ、いまだに食べれない。そうなんだ。それおでんとかにからしつけるのとかもよくわかんない。まあ、ダメなんだ。本当にダメ、そんなにいっぱいつけないけどね。最初は私、からしが普通のムスタードと同じだと思った、マスタード、あー、だから、いっぱいのせて食べたらやばい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 、マスタードって辛くなかった？マスタードは、ね、あの辛子は10倍ぐらいのマスタード、10倍辛い、マスタードより10倍辛い、あだから好き嫌いめっちゃ多いから、サーモン、俺超好き、どうぞ、はい、結構乗せたね、わさび、めっちゃ乗せてる、めっちゃ乗せたよ、めっちゃ乗せてる、リボタン乗せすぎですそれ、やばいやばい。え、逆にこれぐらいがいい、え、やばい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 、いただきます、うん、おいしい、やっぱこれだよね、うん、うん、最近の流行り言葉ってある、なんか若い人たち、ワンちゃん、ワンちゃん、え、どういうこと？なんかみんな通じないって言われるから、そう、なんか、多分それうちらの中だけなのかなっていう、え、犬でしょ？え、やばいやばい、え、ウケるよ、ちょっと待って、あの、だいたい初めて言われたよね、こう犬って、だいたい言う人はワンチャンスの意味って言うんだけど、そうそうそう、ワンチャンスでもない、でもなくて、でも大体それって聞かれるけど、犬って言われたの初めて、びっくりした、ワンチャンでしょ、そのワン、ワンチャン、ワンのワン、あ、なんかイントネーション的にはワンチャンみたいな、ああ、だけど犬じゃない、犬のことはな、え、なになに、ワンチャンって、ワンチャンっていうのはなんだろうな、なんか場面っていう進化系みたいな、簡単に言えば、うん、なんだろう、例えば明日ワンちゃん渋谷行こうよみたいな、だったらなんか行くか行かないか分かんないけどみたいな、行けたら行こうよ渋谷みたいな、なるほど、うわあ、なるほど、簡単に言えば、じゃあこの噂を、じゃあ
何食べるっていう話をした時に、あ、じゃあこれ頼むって言った時に、まあ後でワンちゃん頼もうよみたいな、うん、だから頼むか頼まないか分かんないけど、まあ、まあ、その愛の気分で後で、そうそうそう、まだ決まってないけどみたいな、まあその時に決めようみたいな、こう、うん、後でワンちゃん頼むっていう感じ、ワンちゃんっていうのはそう、どうやって使えばいいか、なんかワンちゃん頼もうよみたいな、ワンちゃん、そうそう、ややこしいの、面白い、そうだから大体ワンちゃんで知らない人に、あ、じゃあ分かったワンちゃん行くねって言ったら、ワンちゃん行くみたいな言われるから、いや、あの、行くか分かんないけど、まあ行けたら行くよみたいな意味なんだけど、まあここの辺とかでしか通じないから、こうメンバー内でしか、他の外部で話すとワンちゃんって何、ワンチャンスってよく言われる。でも今のその犬っていうのはすごいびっくりした、初めてびっくりした。Okay, the word they teach me, first I thought it was, they were talking about dogs. Because sometimes, like, okay, first I have to explain. A dog in Japan doesn't, like, when he speaks, if I can say speak, he say one, one. So people usually call them one-chan. But, so first I thought it was that, but no, finally one-chan in, like, Gyal language means, like, maybe. So for example, you're not sure, like, okay, tomorrow we can go to Shibuya, have fun, and you say, okay, one-chan, ikimashou. It's like, yeah, maybe, maybe, yeah, we'll see tomorrow, or we'll see later. That's what it means. Yeah. So it's not sure, but yeah, yeah, why not? Okay. Kind of, so. Funny, I just learned a word, and I was a bit hazukashi, a bit feel ashamed, but no. Thank you! ありがとう、教えてもらって。今度バカにならないように。やばい。じゃあカバンの中に何か絶対入れてるものってありますか？ね、化粧品とか、うん、まあ、鏡とか充電器っていうのはまあ絶対で、それと一緒ぐらい絶対なものがあって、まあ、食べ物なんだけど、これはね、大体カバンに入ってて家にもストックしてて。まあ、やばい、もう5袋はあるかな、カバンの中に、うん、もう今日の時点で3、4袋食べてる、この合間に。本当？なんかもでもこれがずっと食べてる、これで多分ラス1だから、やばい、帰りにまた買います、大事に、ね、帰りに、最高で1日7袋ぐらい、7、8、ドクターストップかかってんのに関係なく食べてるからやばい。何かかってる？本当？ドクターストップかかってんのに食べてるみたいな。社長がダメって言ってる。なんで？そう、あの、塩分の取りすぎで、ご飯食べずにひたすらこれとジャスミン茶ばっかり飲んで、だから、ね、主食がもうこっちになっちゃって、すごい、これは結構、え、それ昔から？でもここ半年ぐらいハマりだしてからもう毎日持ち歩いてて、で食べる、なんかこういう集まりとかで、まあパーって食べてた、また食べてんのって大体言われるから、で普通の昆布は嫌だの、普通の昆布はダメ、じゃあ梅の味ついてないと、梅がないとダメ。え、シソ、え、これどこでしたっけ、ファミマでしたっけ、あのチェーンっていうかね、あの梅昆布って種類いっぱいあるんだけど、うん、これと別の種類が何種類かあって、うん、もう食べ尽くしてるから、もうこれはセブン OK かサンクスにしかなくて、え、そうなんだ、分かった、ローソンとかになくて、でファミマの梅昆布はダメ、美味しくない、もうなんか研究しちゃってるから食べ過ぎて、やばいやばいやばい、だからどこのコンビニに置いてる梅昆布は美味しいとか、もうメーカー、メーカーっていうか、メーカーによる、そうそうそう、まあね、書いてるんだけど、うん、別に全然、まあ食べれるのは食べれるんだけど、これ大阪の堺市で作られてるんだけど、うんうん、同じもの、別のもので同じところで作られてるんだけど、味が全然違うっていうか微妙に違うって、ね、もう食べ過ぎてもう味の差が分かっちゃう、だからビールの種類、そう、なんか朝日と、ね、なんとかみたいな感じです、そう、のど越し、どっち、どっちがどっちっていう差ぐらいもう食べてるから、もうプロだ、そうそう、うん、コンビのプロみたいな、だから種類も大体これどこのって分かる、食べる、うん、これラスイチだから帰りにまた買うみたいなね、あの、ある場所なんていう店とない店って、同じニューデイズでも
なんか場所によってないあるないがあるから、もうある店はもう把握してるから、もうそこに買いに行くみたいな。すごい、そう、やばい。だからなんか買う時ももうこうバーってかかってるのをガサって全部取っちゃうから全部なくなって、え、なんか仕入れてもらってなかったでしたっけ。あ、あの家の近くの梅昆布はあの発注かけてますマジでやばい。あのストックが欲しいから、で毎回毎日のようになくなったら買いに行くと、なくなってて、で梅じゃない普通の昆布しかないから、あのないんですかって聞いたら、いやちょっと、でそっからなんかストックするのにすんごいぎゅうぎゅうに詰めて入れてくれてるんだけど、またそれをガサって持ってっちゃうから。なるほどね。まあ売り上げ的に多分すごい売れるようになったんだろうけど、ちょっとあの間に合わないんで発注かけてほしいですって。なんでそんなに好きなんですか。え、なんでだろうね。え、なんか食べ物もそうだけど、一つのものにはまるともうずっと、でも大体もういいやって飽きることもあるんだけど、なんだろう、ね、タバコみたいな感じ、うん、なんか食後絶対タバコするんだけど、え、どっちが多い、一日タバコか。え、明らかに昆布じゃないですか。タバコと同じだから、食後の後に梅昆布食べてでタバコ吸う。でもタバコ吸わない時も梅昆布食べてますよ。まあね、うんうん、だから両方、ね、両方だから梅昆布食べた後にタバコ吸いたくなるし、なるほど。でタバコ吸った後に梅昆布が次食べたくなるのね。だから繰り返し終わらないから、やばいやばい、分かるね。なんかそう終わらないんだよね、うん、すごい、たまにハマっちゃうんだ。たまにご飯食べながら、もうご飯食べてるのに横で梅昆布食べてる時もあるし、なんかなんだろう、本当にご飯食べながらちょっとタバコ吸ってっていう、本当にその感覚と一緒、うんうんうん、絶対梅昆布はもう いつになったら終わるんだろうと思うぐらい食べてるかな。なんか次のもの見つけるうん、次のもの、ギャル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 、うん、え、なんかみ別にみんな好きな、なんか好きな服着て好きな髪色して好きな化粧したらいいんじゃないみたいな。だからギャルが好きでこっちはこっちでやってるから、そっちはそっちでやってくれみたいな、うんうん、原宿は原宿なりのやり方があるし、うん、こっちも受け入れられないけど渋谷は渋谷なりのこのギャルっていうスタイルをやってるから、多分同じ感覚なんだろうなって。なんか原宿行って多分批判とかすごいアンチみたいないろいろあると思うし、それは多分お互いに、だけどそのお互い別な人種同士、なんか多分そういう人同士の方が理解し合えるかなみたいな。だから絶対原宿の人もロリータとかそういう人も多分言われてると思う、なんであんな格好してよく歩けるねって。ね、でその代わり逆に私らも言われてるし、そうだよね、うん、って思うと、ただ場所が違うだけでとか、なんだろう、スタイルカテゴリーが違うだけ、うん、そうだけで、まあ、やってることとしては、まあ、世間一般からすればギャルもロリータも歩いてたら恥ずかしいみたいなイメージだし、だから別にいいよね、うん、だから逆にロリータの人もなんだろう、理解できるし、あ、そういうスタイルが好きなんだ、私たちはこっちのスタイルが好きなんだっていう感覚、うんうんうん、いいことだから全然な、うん